はい、皆さんこんにちは。教育百貨店のひろと申します。私が仕事に行くときなんかせかせか何をやってたんですか？ちょっとね、すごい百やってましたよ。これね、一本の動画にするにはちょっともったいないレベルのことを自分ではした後ちょっと自己評価してます。これ何したかっていうと、電話しまくってました。どこにかっていうと、知名度の高い学習塾ありますよね、予備校も含めて。それを、まあ、ちょっと10個自分で選んだんですよ。そこの各塾のいわゆる本校とか拠点校みたいなところを3つずつピックアップして、保護者のふりをして電話をかけました。子供の設定をして、こういうので困ってるんです、どうしたらいいですか、やっぱりもうちょっと小難しい質問をいろいろ投げかけてみました。どういう反応をするかとか、どういう答え方をするか、どういう対応をするかっていうのを30校でね電話してました。ごめんなさいね、これでね、もうフリーダイヤルでかけてるところもあるんで、もう本当に、ね、電話代申し訳ないなと思います。まあそしてですね、お忙しい時間をね、頂戴して、もう大変申し訳ございませんでした。ただ今から非常に良かった塾をね褒めていきたいかなと思うんですけど、僕がもう最高に褒めたたえられるレベルは4位かなので、今から名前が出る塾と予備校はめちゃくちゃ良かったと思ってください。注意事項がちょ複数ありますんで、ちょ下に書いておきます。まずかける塾予備校なんですが、必ず直営にかけてます。そして拠点校にかけてます。必ず電話で入塾担当のご説明ができる方をお願いしますっていうふうに必ず言ってます。なのでフランチャイズの店舗にはかけてません。いわゆる拠点校、本校と呼ばれているところにかけてますので、その点だけご了承ください。では行きましょう。第4位は東進ハイスクールです。いやー素晴らしかったですよ。特に印象に残ってる校舎は本校ですね、のエルタワー校の方ですね。特に新宿校で実は2校あって、浪人コースと現役コースで建物が分かれてるんですよ。どっちも素晴らしかった。ただ僕はエルタワーの方の人の対応がすごく良かったと思う。でも共通点があったんですよ。何かっていうと、東進のいわゆるその直営店の社員の人たちって、相手の話をきちんと聞くっていう姿勢をものすごく持ってるんですよ。絶対にこっちに話してる時に話を挟み込んでこないんですよ。どちらかというと黙ってしっかり聞いてるっていう感じの対応だったんですよね。でこっちがブワーって話し終わったら、相手方が話をするっていうようなタイプの電話の受け答えをされてたんですよ。だから話好きなお母さんとかは同士だと結構気持ちよくなって入っちゃうかなって思った。でもこの4位はめちゃくちゃ名誉のある4位だと思ってください。僕こんな投資褒めたことないでしょ。いやめちゃめちゃ素晴らしかったですね。これ男性の方でございましたね。はい、第3位は駿台予備校ですね。特に良かったのがお茶の水子です。女性の方でした。高級ホテルのフロントやってる女性みたいな対応だった。対応としてはお茶の水子以外の校舎もそうなんですけど、基本的には丁寧って感じ。なんかテクニックがうんぬんとかよりかは、丁寧に対応しましょうっていう感じの印象でした。いやあれは絶対ね、どっかの外資系の超高級ホテルでね、ドアマンやってた人ですよ。マジで。駿台が3位なのはちょっとね、これね本当は2位にする予定だったんですけど、ちょっとね校舎だけね、良くないとこがあったんですよ。どこかは言えない。なので、駿台は4つかけてます。第2位は。ヨゼミですね。これちょっと僕意外でした。ヨゼミって、ちょっとなんか最近さ、良くない噂ばっかり立ってるじゃないですか。校舎閉めてだの、はい、先生の給料下げてだの、なんか、いろいろ言われてますよね。いやでもね、これいい意味ですよ。腐ってもヨゼミ。いい、これはすごくいい意味。丁寧っていうよりかは、どの校舎も共感型の対応をしてくれました。例えば今通ってる塾が自習室が使えないみたいでって、自習室が混雑して待ち時間があるみたいでっていう質問をした時に、ああなるほど、まあ今こうちょっとねコロナ対策で間引いてたりして使えないところもあると思うんですよねみたいな、こういう共感型の対応をしてくれた校舎がいくつもあった感じですね。多分これ統一されてんじゃないかなって思うんですよね。で、それの中でも特にやっぱ印象が良かったのは、代々木にある本部校。絶対こっちの話とは否定しないんですよ。そうですよね。うん、そうですよね。ああ、こういう句ですよね。わかりますよ。そうですよね。っていう、こう、共感、イエスを入れていって、話を盛り上げてくれるというか、話を引き出してくれるみたいな対応をされてました。いや、本当は1位でもいいんだよ。で、まあ、ただ、結構共感で入れてくるんで、人によってはちょっとこう、営業っぽいっていう風に感じるかもしれないかなとは思いました。ただ僕は、あの、能動的な姿勢が非常にいいなって思ったので、まあ、ちょっと寸大と入れ替えて2位に持ってきました。第1位は ?1 位はですね、皆さんも予想通りです。河合塾です。
恐れ入りました、河合塾。本当に。すごすぎて、グーの音も出ません。かけた全ての校舎が素晴らしかったです。一言で言うんであれば、東進とよずみと寸大のいいところを、全部やってる。完璧じゃん。丁寧な受け答え、かつ共感もしてくれるし、こっちがバーって喋り出したら絶対に話挟んでこない。もうね、完璧。いろんなね、結構無理難題を言ってみたんですよ。自習室何室ありますかとか、浪人生と現役生で最も混む時間を教えてくださいとか、あとね、これね、結構グレーゾーンな質問なんだけど、高2の息子がいるんですけど、あんまり浪人生がいるところ嫌だって言うんですよね。どれぐらいの割合で浪人生がいらっしゃいますか。結構際どい質問してみたんですよ。で、向こうももちろんね、浪人生が何割で現役生が何割なんていう情報は内部情報だから教えられませんよ、当然ね。でも、こっちが満足するような受け答えをしてくれたことがあって、浪人生はまず朝から授業ございますと。でですね、浪人生の半分程度は授業が終わる、15時とか16時、17時ぐらいに、帰ってしまいますと。ですので、ちょっと現役生の方が来られる時間帯が17時ぐらいなんですね。ちょうど入れ替わるような形で現役生と浪人生が交代するような形で校舎に入りますから、現役生の方がいらっしゃった時にはもちろん浪人生多少はいるんですけども、ほとんどは帰ってしまっておりますので、浪人生の生徒さんが現役生のお子様に迷惑をかけたりすることはないと思われます。やばくない？俺は割合を聞いたんだよ。でも答えてくれなくても満足するような回答が即返ってくるんだよ。要するに相手の求めてるものをきちんと察知してやるの、これが一番上手だったのが河合塾の横浜校。これね、意外でしょ？意外。僕ね、新宿と麹町にも書いてるんですけど、意外とね、横浜校の男性の方の対応がめちゃくちゃ良かった。ちょっと一回お会いしたいんですが、名前をメモり忘れました。だからこっちの個人情報一切聞かず、河合塾の内部情報も一切言わないで、結構無茶な質問にもきちんと論点を絞り込んで答えてきてる。賢いですよ、めちゃくちゃ。で、これね、上4つに大手の予備校が来ちゃいましたよね。これね、偶然なんですよ。意図的に予備校が上でしょっていうのにしたわけじゃなくて、10個やったら本当に4つ上が予備校になっちゃったんですよ。何が言いたいかっていうとね、やっぱり大手はね、きちんとね、研修してるんだと思うんだよね。そんなに校舎によってめちゃくちゃ大きな差があったわけじゃなくて、特に印象残ってる人とか校舎はあるんだけど、なんかね、対応が似てるんだよ。きちんと研修されてる、先輩後輩に教えてるとか、そういう文化があるんじゃないかなって思ったんですよね。なんだかんだ言ってすげえとこだなって思いました。僕、武田塾の倒し方でね、予備校もむちゃくちゃに言いましたけど、いや、やっぱね、腐っても予備校だなって思ったんですよ。一流だなって思いました。僕が必死こいて、6時間電話したから分かったことですけどね。というわけなので、本当にお忙しい時間を、貴重なお時間をいただきました。本当にありがとうございました。あ、で、これね、面白いのがあって、5位から下はね、フリーダイヤルがないのよ。だから僕、自分で電話代持ってるんです。なんで、ちょっと時間だけ消費させてしまったのは、本当に、お詫び申し上げたいなと思います。予備校の方々たちは、もう、電話代も負担をさせてしまったので、大変ね、ご迷惑をおかけしたなと思うので、お詫びしたいと思います。申し訳ございませんでした。でも、本当にね、ありがとうございました。5位から下はどんな感じだったんですか？ですね、5位から下も別に悪いわけじゃないんですよ。そんな、ね、うわひでここはみたいなとかないんですよ。ただちょっとね、軽いんだよね、生徒のノリがね、出ちゃうんだよ。ですね、うちは高校こういう風でございましてみたいな感じなんですよ。授業感が出てるんだよね。これはね、仕方ないのかもしれない。もしかしたらいわゆる授業とか指導をしてるノリで、いつものノリで電話をしちゃってるんですよ。こう同意する時に、あーはい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 みたいな、そういう対応、別に絶対ダメではないじゃん。いや、ダメでしょ。ダメか厳しいね来たのが非常に頑張ったという客と、4つの予備校が大変素晴らしかったという話でございました。では、参考になった方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。